気候変動に対する沿岸環境生態系の変化を見るという意味で、まずサンゴについてはモニタリング活動を広域でやっております。それはサンゴがどのぐらい変化したか、量がどのぐらい変化したか、白化が起きていないか、オニヒトデはいないか、サンゴを食べる貝はいないかというようないろいろな項目について、四国で今33箇所程度モニタリングを行っております。高知県四国太平洋沿岸というのは海藻の海というのがこれまでの大きな一つの沿岸生態系だったんですが、それがですね、まあ衰退したりですね、場所によってはその一部でサンゴが増えてきたり、やはりその生態系の一番基盤となる生物群集がですね変わるとですね、その環境に合わせた生物っていうのが生息してですね、それは今後ですね何か利用できる資源というのを探っていきたいなというふうに思います。県としては、まあ、現状を踏まえてですね、まあ、3つ取り組みを進めているところがあって、1つ目がまずはサケとかですね、主要魚種の回復をしていくことが1つ、2つ目が新たな魚類養殖、まあ、海面でのサーモン養殖とかですね、そういった新たな取り組みをしていくことで、3つ目がイワシとかサバとか多く取れ始めた魚種の有効活用ということで、環境変化に対応しつつ新しく取れてくる魚を、まあ、どんだけ活用できるかっていうような取り組みを漁業者さんと頑張っているところです。仕事の9割方はブドウを健全にいい形で育てようとしてるんだけど、そこに時々気候の妨害が入るとか、ちょっとした気候の後押しが入る。ヨーロッパを手本に取るなら北フランスの品種をやって、難しいようなら中フランスの品種、難しいというのはより温暖化した場合、じゃあ次スペインの品種、それからイタリア中部かシチリアの品種という具合に4段階5段階で逃げることはできるんですね。30年50年の単位で。もうルーシェードっていうのは工場とか店舗によく使われてる一般的に言う鉄板やね、まあ、これ専用の、まあ、遮熱商品になるんですけど、鉄板でできた鉄板屋根っていうのは夏場本当に暑い時になるとマックス80度ぐらい熱を持ちます。ルーシェードっていうのは、まあ、日陰を作る、まあ、涼しい状態を屋根の上に作るっていうのが最大のコンセプトであるんですけど、日向の部分と日陰の部分で最大26度ぐらいの表面温度の差ができます。室温でも4度とか5度とかの低減が望まれる場合もあります。今回このルーシェードで日本中、まあ、できれば東南アジアとか暑い環境で仕事されている方のお役に立てたらなと、そういう希望は持って今取り組んでやっていってます。企業センターを今後どうされていきたいですか？そうですね、やっぱり今
提供の準備、メンバーも揃って体制もできてきたんですけども、やっとそこでスタートライン立てたので、提供に向かってその提供と山に登るときにいろんな道筋を作ると、いろんな役割があるし、いろんな立場、いろんな状況があるので、そこに我々提供センターがこうちゃんと示せるような、この道を行けば提供に通ずるよっていうような我々の活動と日本の提供の状況をしていきたいと思います。